高井です。今あなたがなぜその商品を買って不満を抱いているのかって話したいんですけど、例を読みますね。プラズマテレビを買おうと思って家電量販店に向かう。そこには20種類以上の魅力的なテレビが並べられている。こちらだと大型画面だし、こちらには優位な保証がついている。2つの画面が明るい部屋でも見やすい。一方あちら特別の反射防止加工がされている。夢のテレビを買う行為は突然楽しい幻想から現実のジレンマに一変する。多くの中から自分を一番幸せにしてくれる一つを選択しなければならない。迷った挙句に何とか一つのモデルに決めて金を払い家に運び込む。地下室に置かれたテレビは大胆に置いて約束された通りの機能を果たしてくれる。さまざまな番組が楽しめる。しかしなぜか買う前に予想していたほどの素晴らしい幸福感を感じない。なぜこういうことが起きてきたかというと、家では店で使ったのとは全く別の種類の情報によってテレビを評価していたからで、店では他の製品と一緒に評価していた。例えば隣に置かれた58インチのテレビと比較して62インチはやはりいいなと思った。隣のテレビと比べたらほんのちょっと大きいテレビが魅力的に見えるという現象が起きちゃったわけですね。しかし一旦テレビを家に持ち運んでしまえば比較対象は消滅する。60インチは60インチで他のものより大きいわけでも小さいわけでもない。幸福のための選択をする上で最も優雅なバイアスは欲しい好きバイアスである。多くの人がこれを知るとこれまでの人生をこのことをきちんと理解させて暮らしてきたのかとショックを受ける。これは何かを欲しいということと何かを好きということの違いによって起きるバイアスである。例えば犬を飼うことが好きであるよりは、はるかに強く犬のペットが欲しいと思って犬を飼ってしまう。まあ人を選ぶときもどちらが美人かと思って、もしかして彼女にこの人したいなって思うかもしれないしね。男の場合ですよ。一度こういう本を読んで考えてみてください。それでは。